この時点でうまい。はい、どうも料理のお姉さん、リュウジでーす。僕ね、まだ3本目なのにね、全然酔ってないんですよ。なのでですね、今回は記憶もちゃんとありますからね、今回は言えるんじゃないかと。早口言葉が、ろれつ確認チェック、今日は、ね、言えると思います。はい、お題出して。東京特許許可局。東京特許許可局。いきます。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。もう一回いいですか。東京特許許可局、東京特許許可局、東京特許許可局。リュウジのバズレシピ。じゃあ今回はね、本当に簡単、これでヒルナンデスに出してすっごい評判良かったレシピなんですけども、キュウリ旬ですからね、まあ、ちょっとね今高いんですけども、豚バラ2つを使ってですね、キュウリの肉巻きオーブン焼きです。まあ美味しいんですわ。熱を通したキュウリって本当美味しい。これをですね、皆さんにお伝えしたいと、そういうことでですね、ちょっと今からやっていきたいと思います。まずね、キュウリ洗いましょう。これ今日のあれ本当簡単なんですけども、まあ、選び方あってですね、イボの結構ついたやつ、これなんかあんまないんですけども、あと、形的には長くてね、ストーンとこうまっすぐなものが見栄えはいいです。まずここ切り落とします。はい、長さ揃えましょう。はい、そして、切り落とした部分はハンバーに切ります。これオーブン焼きの時と同じですね。はい、こうやってこう半分に割っていきます。こんな感じですね。こうキュウリをね、半分にこうします。こうやってこう斜めにね巻いていけばね、いいわけですね。1本に対して、豚バラ1枚ぐらいで、お肉たっぷりめの方がいい方は1枚半とかね巻いちゃっていいと思います。4本全てに巻いていきたいなというふうに思います。この時点でうまい、絶対ね。これね、巻き巻きしていきます。このチャンネルって結構年齢層広いので、あれを知ってる人がいる、世界の料理ショーっていう僕大好きな番組があるんですけども、あれ知ってる人たちって多分僕より全然上の方々だったと思うんで、僕は再放送とかで見てるんですけども。でこんな感じで綺麗に巻けました。でね、お塩結構ね強めにやっちゃって、まああと後で追い塩してもいいんですけども、きゅうりがね味付いてないのでね、うまみ調味料ちょっと振ってあげてもいいです。はい、少し振ってあげると味まとまるかなっていうふうに思います。これはもう好みです。で最後のブラックペッパーですね。はい、味付けはね、基本ねシンプルにするんですけども、肉の、巻く前にきゅうりの方にコチュジャンを塗るとか、梅肉を塗るとか、味噌とか塗ってもいいし、チーズ巻いたりなんかしてもねうまそうですよね。いろいろ挑戦できるメニューかなっていうふうに思います。こんな感じになりましたら、まあ、今回乗せましょうか、せっかくだからね。こんな感じで、ね、オーブントースターでいいですからね、全然ね。うちもねオーブントースター買いました。これね250度でだいたいね12分ぐらい、15分から12分こんがり焼いていって、きゅうりがホクッとなるまで焼いていきます。250で12分やりましたので出していきたいと思います。これはどうですか、うまそうな感じじゃないですか。こんな感じ でこう、はい、料理はね焼きです。皆さん、そしてさっき切っておいたレモンを、まあ、ちょいとね、きゅうりの肉巻きオープン焼き完成です。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。あ、これはね勝った。レモンちらっと絞ってかぶりつきます。いただきます。え、うまっ。めちゃめちゃうまいよ。ハイボールに合う。本当にうまい。きゅうりがね、別の野菜となっております。豚とね、きゅうりってすごく相性がいいんですよね。さっぱりしたレモンも合う。ホクッとしてて。でも、
ナスとかズッキーニとはまたちょっと違う。これはマジでうまい。このままシンプルに食べてもいいんですけども、マヨネーズ、まあね絶対うまいでしょ。これはキュウリにはマヨネーズ、これつけて。こんなに簡単でこんなうまくていいの。チリマヨにした方が最高にうまいんでしょこれね。はは、やっぱりな、こいつは大変なものを盗んできました。僕のハイボールです。本当やってほしい。250度のオーブントースターで12分。これでキュウリ別物の化け物になりますから。もうワンピースのウォーターガーデン編にみずみず肉っていうのがね出てくるんですけど、サンジが調理する食材でリアルにあったらこんな食感なんだろうなっていうぐらい。先生、ぜひ皆さんこれめっちゃうまいです。ぜひやってみてください。あ、ね、あのヒルナンデスやってね、あの森山中の村上さんとね、あの奏さん、あの、サンジのヒロインのね奏さんが、じゃあの人めっちゃいい人で、あのカメラ回ってあの試食ね一口で終わるんですけど、カメラ回ってないところで全部食べてくれるんですよあの二人。ほんと僕もう感動して、そんなだって何品もあるのに全部食べてくれて、本当に本当にもうなんて料理研究家の妙理に尽きるというか、え、これ美味しいよって言って全部食べてくれる、あんなに嬉しいことないよね本当に。